ストルティオミムスは中世代白亜気候期の北アメリカ大陸に生息したオルニトミムス科の恐竜の総称である。学名の意味はダチョウの模範者。体長は約4.3メートル、高さは1.3メートル、体重は150キログラムほどであった。植物食もしくは雑食であったと思われる。カナダの州立恐竜公園では最もよく発掘される小型恐竜の一つである。 白亜紀の最後まで生きた恐竜の一つ。ストルーテオミマスアルタス復元図人とのサイズ比較。ストルテオミムスはオルニトミムス科としては典型的な体つきをしている。すなわち小型で、スレンダーな頭部、大きな目と、くちばし状の口である。尾の骨は固まっており、リノニクスや一部の小型恐竜のようにバランスを取るのに使っていたと思われる。特徴的な 細長い腕を持つが怠け者に似た作りをしており、頭上の枝を手繰り寄せる役割をしていたのではと思われている。事実、第二種と第三種はほぼ同じ長さでこの二本を独立して動かすことはできず何かをつかむということには適さなかった。ストルティオミムス及びオルニトミムス科の植生については、はっきりとした結論は出ていない。頭骨そのばしのから食性であるとも、 考えられるが、ガリミムスやオルニトミームスでは、頭部化石の研究からくちばしに小さなスリットを多数持つことが分かっており、フラミンゴのようなろ過食ではなかったかという意見もある。ただ、水中の卵巣類や小動物だけでは、ストルティオミムスにとって十分な量を確保できなかったのではないかという反論もある。また遺跡の化石や頭の真横についため、前述の細く長くものを、 フックのように引き寄せるのに使われたと思われる手などから植物食または植物食の傾向が強い雑食だったというのが現在の主流である。オルニトミムス科の特徴である長く力強い後ろ足を持っており最高速度は時速60から 80km に達した。ストルティオミムスはオルニトミムス科の中でも最も進化の進んだ部類の一つである。ありがとうございます。